調子悪いですか。全然照明つかないですもんね。つかんでしょ。ここでここの中の線がなんかどうにかなったんだ。ああ、もともとちょっと壊れてたな、うん、あ、はい。最近調子悪くなっちゃった。うん、はい、それで、はい、あの自分でやっても電気が来たら怖いで。あ、はい、今入っとるで、まあ、工事士の資格はいるんですけどね。中年に電話したんだ。あ、中年に電話したね。はい、わ、うん、かりました。じゃあ交換させてもらいます、ね。うん、そうよね。あれですよね、中部電力に電話されたんですよね。うん、そうそう。そうすると中部電力の、うん、今だと未来図に電話がかかるから、うん、あ、うん、そうかね。未来図の、はい、中部電力の小牧のパワーグリッドにかかってきて、はい、うん、引っ込み工事センターっていうところにかかってきて、あ、向こうにな、うん。そう。で、まあ、僕らも電気工事組合だから、そこでまあうちにかかってきたっていう感じなんですよ。あ、まあ中部電力もね、分かりとって分かりにくいけど、築、うん、年数どれぐらいですか。これもだいぶなるよ。もう、ああ、50年ぐらい経ってる。うん、もう60年ぐらいになるな。この家買ってから。あ、そうですか。まあスイッチ変えれば多分大丈夫と思う。大丈夫かな。変えてみます。はい。よし、OK。オッケーですね。はい、いいね。